次元寺は、愛媛県新浜市西の土井にある、総東州の寺院である、滝の宮公園のある金子山の東に隣接している。玄平の騒乱寺に活躍した金子家忠は、その先行により、予告新居京都を与えられた。公安6年頃に家忠の五大子孫の金子、吉弘が下校して、在地支配を開始。現在に残る次元寺の場所に館を築き、 三条には、爪城として、金子城を築城、そして北側の山麓に、次元寺の前身となる母大寺を建立した。欧永十三年には道を再建している。当時の宗派は、臨在宗寿福寺派であった。天正十三年の豊臣秀吉の四国攻めに際し、伊予金子市当主の金子元宅は討ち死にを遂げ、寺は戦火に焼かれて焼失した。弟の金子元春は、 金子城落城後に、今治の大夫で裏に逃れて自害しようとしたが、住職の胸虎お尚に監視され、出家して、僧となった。元春は修行の後に長源寺の宅願お尚に指示して、あと、古地である新居郷に戻って、荒れ果てた館跡に寺院を建立。宗派は、相統宗で松木林消防ん次元寺と合した。出家した元春は、関より本。 東領賞と名乗っており、当時から瞑想として知られ、時の女性天皇である、名将天皇から臨時を賜る。後に、皇室の紋章である十六葉八重表曲も与えられた。春と秋の一定期間に一般公開され、本堂内覧、庭園散策可能。有料三百円追加料金で、抹茶、全材セット、宝物館観覧セットあり。ありがとうございます。